第一航空戦隊。第一航空戦隊とは、日本海軍の機動部隊の一翼を担った部隊である。略称は一航戦、または一空戦。第一航空戦隊は、日本海軍が運用した航空戦隊。1928年、昭和3年4月の発足時から、航空母艦、空母と、駆逐艦複数隻からなる駆逐隊で編成されていた。 第一艦隊に所属。太平洋戦争までに所属した空母は、宝生、龍城、加賀、赤城。1941年、昭和16年4月10日に、日本海軍が第一航空艦隊、司令長官、名雲忠和中将を進編すると、一航戦は、第二航空戦隊、第四航空戦隊と共に編入された。第一航空艦隊司令長官が一。 高戦司令官を兼任した。太平洋戦争開戦後、真珠湾攻撃、ラバウル攻略作戦、ライン作戦、正論沖海戦などに参加した。1942年、昭和17年4月10日、機動部隊の護衛を担う第10戦隊が編成されると、1高戦は空母だけの部隊となった。6月上旬のミッドウェイ海戦で、所属2隻、赤城。 カガが沈没すると、7月14日府で、第1航空船隊は、空母3隻、正規空母、昇格、随格、軽空母、随砲で再編され、第3艦隊、司令長官、名雲中将に、所属、第3艦隊長官が1航船司令官を、兼任した。ガダルカナル島攻防戦に伴う、第2次ソロモン海戦、南太平洋海戦で、 米軍機動部隊と交戦したが、母艦航空兵力を大きく消耗した。同年11月、第三艦隊司令長官、一航戦司令官は名雲から小沢寺三郎を中将に交代した。1943年、昭和18年4月の移合作戦と10月の露豪作戦で陸上基地に派遣された母艦航空隊は壊滅状態とった。 1944年、昭和19年3月1日、第三艦隊、小沢中将と、第二艦隊、司令長官、栗田武雄中将により、第一機動艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将、第三艦隊長官、一航戦司令官兼務が新編された。まもなく、空母大砲が進行して一高戦は、大型空母3隻、大砲、昇格、 随格となり、随法は三航船へ転出、同時に空地分離方式により、第601海軍航空隊が編入された。6月19日のマリアナ沖海戦で大砲と昇格が沈没、航空兵力は壊滅状態となった。一度かの編成外により一航船は、運流型航空母艦で再編された。 1> 早い1号作戦直前の10月1日に第1航空戦隊司令部司令官小村慶三少将を新編し、機動部隊司令部から分離した。10月下旬の冷凍機械戦で機動部隊が壊滅すると11月15日府で第1機動艦隊第3艦隊は解体された。第1航空戦隊は残存空母の寄せ集め部隊となり、 連合艦隊付属となった。艦自体に損傷がなくても搭載する、航空隊がなく、空母は輸送船やタンカーの代替として運用された。1945年、昭和20年1月1日、第一航空船隊は、第二艦隊、機関、ヤマトに編入された。2月10日、一航船は、第二艦隊司令長官、伊藤誠一中将の直卒部隊となり、 また、山戸型戦艦山戸が第一航空戦隊に編入された。最終時の編成は5隻、山戸、葛城の、天城、淳陽、流頬。4月7日の棒の岬沖海戦で一航戦の山戸が沈没し、4月20日付で第二艦隊と共に解体された。1928年、昭和3年4月1日、試験的に空母2隻、赤城、 艦長、小林翔三郎大佐、法相、艦長、北川清大佐と、第六駆逐隊の駆逐艦二隻、梅、楠の木で編成された。初代第一航空戦隊司令官は、高橋三吉少将。初代の第一航空戦隊は、同年12月10日府で解体された高橋少将は、軍令部出資。また、同日府で、 山本五十六大佐が赤木艦長に任命される。法相艦長も原五郎大佐に交代した。1929年昭和4年4月1日、再び高橋三吉少将を一公選司令官として再編された空母、赤木、法相、第四駆逐隊、博士、島風、秋風、灘風、第一艦隊常備となった。 当時の赤城と加賀は関西機頭祭数が少なく、法省を含めた3隻のうち2隻が交代で編成した。赤城、加賀の大改装が終わり、龍城が進行すると、赤城単管、加賀単管、法省、龍城の3チームで2個航空戦隊予備艦のローテーションが組めるようになった。1932年、昭和7年1月28日の第一。 上海事変勃発時、日本海軍は2月2日府で、第三艦隊、司令長官、野村吉三郎中将、機関、出雲を進編する。当時の第三艦隊は、第一県外艦隊、第三戦隊、第一水雷戦隊、第一航空戦隊、空母、加賀、交渉、第二駆逐隊、峰風、沢風、八風、沖風であった。 第一次上海事変終結後、第一航空戦隊は、第一艦隊に復帰した。1933年、昭和8年5月20日、艦隊平時編成標準の改定により、連合艦隊は常設され、司令長官、小林製造大将、機関、今後、同時に第一航空戦隊と第二航空戦隊は、正式に編成に加えられた。 この時の第一艦隊編成は、第一戦隊、金剛第一艦隊機関、連合艦隊機関、日向、道のく、春菜、第七戦隊、阿武熊、由良、名取、第一水雷戦隊、夕張、第二十二駆逐隊、第二十三駆逐隊、第三十駆逐隊、第一潜水戦隊、早くじら、第28潜水隊、第三十潜水隊、第一航空戦隊、 かが、放送、第二駆逐隊であった。第二次上海事変以降は、日中戦争にも参加した。編成当初より、駆逐艦を組み込んだ。航空船隊所属の駆逐艦は、初着火に失敗した、艦上機パイロットの救出作業や、航空隊の来撃訓練用魚雷の要衆、稀に駆逐艦から、所属空母に対する来撃訓練実施の初任務に、従事。 トンボズリ、航空隊関係者故障、後押し、駆逐艦乗組員故障と呼ばれた。しかし、太平洋での作戦行動は遠距離となり、旧式の駆逐艦では、随伴が不可能と判断され、新珠湾攻撃を前に、新鋭の影楼型駆逐艦4隻、磯風、裏風、谷風、浜風で編成された第17駆逐隊を第1、航空艦隊に組み込んだが、 直後に第一水雷戦隊へ転出。第一航空戦隊の随伴艦は、吹雪型駆逐艦に戻った。書類上の編成と運用が異なり、実際は、航続力のある、新型駆逐艦、朝潮型駆逐艦、影楼型駆逐艦、遊雲型駆逐艦で、別系統の水雷戦隊を組んで、機動部隊全体の、護衛、トンボ釣り、あと、推しを担当ることになった。 1> 第1水雷戦隊に転出した第17、駆逐隊も、真珠湾攻撃直前に第1水雷戦隊所属の、まま、第1航空艦隊の指揮下に戻った。1939年、昭和14年4月時点で、軍令部は、日米艦隊決戦時において、以下のような空母使用構想を持っていた。まず大型空母三隻、大砲、丸四計画、昇格。 丸三計画、随格、丸三計画と、中型、小型空母四隻、双流飛竜、小を取り、随砲の、計七隻を持って、敵航空母艦を攻撃する。大型空母二隻、赤城加賀と、昇船改造大型空母二隻、順洋飛洋という終戦改造空母三隻、大高、春日丸、運用、やわた丸、沖きたか、に丸の、 計7隻で敵主力艦を攻撃する。小型空母3隻、龍城、宝章、竜宝、潜水母艦大ラで主力艦や船隊の対戦警戒、対空防衛を担当する。この方針により、昭和14年度戦時編成で第1航空戦隊、宝章、大ラは第1艦隊に第2航空戦隊、龍城は第2艦隊に編入された。 1941年、昭和16年4月10日、日本海軍は、第一航空艦隊、司令長官、長雲忠和中将、三望長、草坂隆之介少将、三望元、多実中佐を新編する。戸塚道太郎少将、第一航空戦隊司令官は、第11連合航空隊司令官に捕食される。第一航空艦隊は、三個航空戦隊、一航船、 二航戦、四航戦によって編成された。九月には、新編の第五航空戦隊も第一航空艦隊に編入された。九月十二日に内示された昭和十七年度海軍戦時編成によれば、第一航空戦隊は昇格型航空母艦二隻、昇格、随格と、第十一駆逐隊、吹雪、白雪、初雪を予定、それまでの一航戦、赤城。 香川は、第51駆逐隊、白雲、薄雲と共に、第5航空戦隊となる予定であった。だが、この編成を実施する前に、日本海軍は、太平洋戦争に突入した。同年12月8日、太平洋戦争開戦時の第1航空戦隊は、空母2隻、赤木、香川と第7駆逐隊の吹雪型駆逐艦3隻、潮、さざ波、 明け物で編成されていた。ただし一航戦を含めた第一航空艦隊の護衛部隊は、慶準、阿武熊、第一水雷戦隊機関及び、浅潮型駆逐艦、霞、荒れと、影楼型駆逐艦、影楼、白縫い、谷風、裏風、浜風、磯風、周雲だった。太平洋戦争開戦時の第一航空戦隊は、第一航空艦隊の司令長官、 名ぐもただず海軍中将が直卒した。新珠湾攻撃、ラバウル攻略、ポートダーウィン空襲、聖路も機械戦、ミッドウェイ海戦などに参加。なお聖路も機械戦には、カガ、座礁損傷修理のためは参加していない。また第七駆逐隊は、空母二隻、赤城、カガと別行動で、第七駆逐隊は、ミッドウェイ島砲撃、スラバヤ沖海戦。 三五回海戦等に参加、これらの海戦には加わっていない。1942年、昭和17年4月10日、空母直江を担う、第十戦隊、機関ながら、司令官、木村進大佐の新編に伴い、護衛駆逐艦は、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風、と、第十駆逐隊、遊具も、遊具も、風雲、中雲になった。 第7駆逐隊は、書類上、第10戦隊所属だが、第1航空艦隊本隊とは別行動であり、第7駆逐隊は、第4航空戦隊等と共に、アリューシャン攻略作戦十字、実際の空母2隻、赤城、香賀護衛は、第4駆逐隊、嵐、のわけ、萩風、舞風が担当した。6月5日から6日のミッドウェイ海戦で一航戦の、所属空母2隻、 赤木、香川沈没した第四駆逐隊により救助及び自陳処分。1942年、昭和17年7月14日、日本海軍は第三艦隊を新編する司令長官、長雲忠一中将、三宝長、草加龍之介少将。第一航空戦隊は第三艦隊司令長官の直卒部隊となり、九大五航空戦隊、昇格、随格、 随法を中心として再建された。当初、訓練、準備不足の随法の代官として、竜城が第二航空戦隊より第一航空戦隊に編入されたが、同官は第二次ソロモン海戦で沈没した。随法復帰後の第一航空戦隊は、ガダルカナル島の戦いで消耗し、10月中旬以降の南太平洋海戦で二隻、昇格、随砲が損傷。 登場員にも大きな被害を出す。現在の随格を含めて毎地に戻り、航空隊の補充を行った。11月11日府で、第3艦隊司令長官、第1航空戦隊司令官兼務は、名雲忠和中将から小沢寺三郎中将に交代する。1943年、昭和18年4月の移号作戦並びに11月の、 ロゴ作戦に関西域のみが参加したが、目立った戦果もなく、ブルゲンウィル島沖航空戦で大損害を受けて、事実上壊滅した。戦力再建ははかどらず、以後は、連度の回復どころか定員さえ満たせない状態であった。1944年、昭和19年3月1日、日本海軍は、第1機動艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将。 県第三艦隊長官、三坊長、小村慶三少将を編成する。これに伴い、随砲は、第三航空戦隊に編入、千歳、千代田、随砲、第一航空戦隊は、空母二隻、昇格、随格となる。3月7日、3月10日とも、新鋭空母、大砲が第一航空戦隊に編入され、一航船は、大型空母三隻、大砲、 昇格、随格となった。同時期には、空地分離方式により、第601海軍航空隊が編成されている。同年6月19日、マリアナ沖海戦で1航船の空母2隻、昇格、大砲が、潜水艦の攻撃で沈没した。7月10日、第2航空戦隊、巡洋、日高、6月20日沈没、流砲の解体に伴い、 流砲が第一航空船体に編入。巡洋は第四航空船体に編入。費用は書類上在籍。一航船は空母二隻編成。随格、流砲となる。1944年8月10日、雲流型航空母艦二隻、雲流、8月6日、春航、同日編入。天毛をもって第一航空船体は再編。随格は第三航空船体。 随格、随法、千歳、千代田、第653海軍航空隊、流法は、第4航空戦隊空母、巡洋、流法、航空戦艦、伊勢、日向、第634海軍航空隊に編入された。作戦投入可能になるのは44年末と、想定されていた。10月1日、新たに、第1航空戦隊司令部、司令官、 小村慶造少将が編成される。第3航空船隊は、第1機動艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将、第3艦隊司令長官兼務の直卒部隊となった。10月15日、運流型3番艦、カツラギノが編入され、1航船は運流型3隻、運流、アマギ、カツラギノとなる。直後の台湾沖航空戦で601空は、機材、 搭乗員を抽出し、消耗、母艦も、訓練未了であったため、レーテ沖海戦に第一、航空船隊と四航船二隻、巡洋、流砲は参加せず内地待機となった。10月25日のレーテ沖海戦、沿歌の三崎沖海戦で、第三航空船隊、随閣、随頬、千歳、千代田は、全隻沈没した。小沢長官は随閣から軽巡洋艦大宿に、 期間を変更した後、さらに戦艦日向に正規を変更した。日向に上艦して日本本土に戻った小沢長官は第一機動艦隊期間の正規を運流続いて流法に掲げた。大本営海軍部、軍令部では第一航空戦隊と第三航空戦隊を再建して戦局挽回の推進兵力、たらしむことを検討していた。だが、 戦局の悪化、空母航空兵力の再建に時間がかかりすぎること、戦場が日本本土接近に伴い基地航空兵力の主力化など複数の理由により、機動部隊の解散を決定した。11月15日府で実施された戦時編成改定により、第1機動艦隊及び第3艦隊は解体された。それと共に第4航空戦隊は、 航空戦艦2隻、日向、伊勢となる航空機は搭載せず、4航船に所属していた空母2隻、巡洋、流砲が第1航空戦隊に移され、1航船は空母5隻、流砲、巡洋、天城、雲竜、桂城のとなった。また、1航船は連合艦隊付属になった。11月19日、山戸型戦艦3番艦改造空母。 シナノが巡航、同日府で第一航空戦隊に編入され、胴体は空母六隻、雲竜、カツラギの、アマギ、シナノ、ビュー巡洋となる。11月29日、シナノは横須賀からクレに開港中、米潜水艦の攻撃で沈没した。12月5日、軍令部は水上兵力の使用にぜき、する方針をまとめた。この中で、 空母は輸送船やタンカーとして使用するが、機に航空特攻兵力を搭載し移動作戦に、使用すなを、母艦航空兵力の訓練にも使いすと表記されていた。12月9日、マニラ方面輸送任務を終えて、内地帰頭中の、巡洋は、米潜水艦、レッドフィッシュの来撃を受け大破、佐世保に開港された。当時、連合艦隊司令部は、 機動部隊所属航空兵力の特攻隊、船爆2、特攻、航戦2、直演、干爆1、偵察誘導6隊、の編成を検討しており、母艦は留保を予定していた。第一航空船隊司令部は、人務特別攻撃隊と呼称して、訓練を開始、その後は、搭載空母雲運流に、変更、続いて、あまにも加えた。12月3日の意見 一高戦機密第031713番電では、運流型2隻、天城、運流と、秋月型駆逐艦4隻、当時健在艦は、両月、冬月で運用し、翌年1月中旬以降には、作戦可能の見込みとされた。しかし、連合艦隊は、母艦作戦を、すでに断念しており、空母は、輸送任務に、人務特別攻撃隊は、航空基地から発進する。 特攻隊として使用された。12月10日、一航戦司令官は小村少将から大林、松尾少将に交代した。12月19日、雲竜は特攻兵器大家輸送任務中に、米潜水艦、レッドフィッシュの雷撃を受けて沈没した。竜報のみ、飛87戦団に同行して、台湾へ王家58機の輸送任務に成功した。 1945年、昭和20年1月1日、所属空母4隻、桂木の、天マギ、リ巡洋となった第一航空戦隊は、連合艦隊付属から第2艦隊、司令長官、伊藤誠一中将に編入された。燃料不足により大型艦は、軍港防空艦にされたが、連合艦隊は、軍令部に対し大和型戦艦の、ヤマトを、 第2艦隊機関とし、第2艦隊を特効的に使用する意向を示した。この方針に基づき、ヤマトの第1航空戦隊編入が決まる。2月10日、戦時編成の改定により、第1航空戦隊は第2艦隊の実機卒部隊となる。1航空戦隊司令官、大林松尾少将は、軍令部出資。同日時点の第2艦隊は、第1航空戦隊。 戦艦、山と、空母、甘木、桂木の、巡洋、流頬、第二水雷戦隊、司令官小村慶三少将、敬順、矢作、第七駆逐隊、第十七駆逐隊、第二十一駆逐隊、第四十一駆逐隊となった。4月7日、棒の三崎沖海,海戦に参加した第二遊撃部隊、一航戦、山と、第二水雷戦隊、敬巡洋艦、矢作、 第十七駆逐隊、磯風、浜風、雪風、第二十一駆逐隊、朝島、初島、霞、第四十一駆逐隊、冬月、両月、は、大和以下六石、大和、矢萩、磯風、浜風、霞、朝島が、沈没、第二艦隊司令長官、伊藤誠一中将も戦死した。四月二十日、第二艦隊、第二水雷戦隊、 第一航空戦隊は解体。第一航空戦隊の解体により、残存空母、天城、巡洋、龍鵬は、同日府で第4予備艦となる。葛城ラののみ、連合艦隊付属となった。7月10日、空母、葛城ラギの模型巡洋艦、大淀、重巡洋艦、トネと共に特殊警備艦となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。